はい、こんにちは。今日はね、名古屋のオートフェスティバル、はい、こちらの方に来させてもらったんですけど、はい、オートビビットさん、はい、坪井社長、はい、もうまあまあ長いことね、お付き合いさせてもらってるんですけど、はい、社長、ご無沙汰しております。こんにちは。はい、こんにちは。あのね、今日持ってこられた車、自社でボディカスタムをされるお店なので、めちゃめちゃ綺麗に仕上がってる、はい、こちら日産のマーチ、社長、これ、はい、まあまあ時間かかってますよね。かなりかかってる、ね、かなりかかってる。ちなみにね、なんかやられてること、ちょっと一つ一つ説明したいと思うんですけど、はい、まず、まあ、見て分かる通り、オールペイント、この色、社長、これ何色って言ったらいいですか？キャンディー塗装っていう。だから奥に深みがある、はいはい、深みのあるキャンディーレッド。めちゃめちゃ綺麗です。めちゃめちゃ綺麗ね。で、この色分けは、これ、社長、考えられた。はい、やるな。このガンメタ、この色の塗り分けすごい綺麗よね。めちゃめちゃ綺麗です。めちゃめちゃ綺麗よね。で、このヘッドランプも、はい、綺麗な表たら、うん、ちゃんとやっぱりインナーブラックされてたみたい。これね、ここ、いや、すごい。もうまあまあ、これ言うたらあれなんですけど、このマーチのヘッドランプ、はい、まあまあくすんでるの多いじゃないですか。そうですね。それをやっぱりこだわった、はい、こここだわりですわ。一つインナーブラック、これ一回空割りして中塗られて、はい、ええ、で、あと横回っていきましょうか、はい、あ、これもチンスポもつけられたんですよね、はい、これはどちらのメーカーとかありますか？ホーネットっていうメーカー。ホーネットさん、はい、ホーネットさんというところのブランドのチンスポイラー。なかなかパーツも少なくなってきてますもんね。そうですね、この方は。だからマーチの見せ方がうまい、はい、で、ちょっとヤンチャっぽくオーバーフェンダー、はい、これは止め方はビスですか？ビスの裏ナット止めですね。裏ナット止め、はい、あ、ちゃんと挟み込んでやってるわけですよね、はい、で、ワークサーのホイールマイスター、はい、これも綺麗。マイスターもね、ほんまにパチッと。で、ちょっと離れて見てもらったら、やっぱりこのデント層のこの輝きがめちゃめちゃマジで綺麗です。僕も今度社長にお願いしようかな。また前、だいぶ前に一回仕事出させてもらってるんですよ。でもオールペイントやんねやったら絶対社長とかやと思ってるんで。 ありがとうございます。ちなみに社長、はい、創業されて今まで何年ぐらいなんですか？23年です。23年。、はい、なかなか匠ですね。匠ですよ。もう23年で、その前からもまあこういう感じのお仕事。はい、もともとがトヨタ自動車の方で新車のラインの塗装してました。もともとトヨタの新車のラインで塗装してたという、まあ、今、まあまあ機械多いけど、はい、当時はやっぱり人間の、ね、手でちゃんとバチッしてなあかんの、はい、そこにいらっしゃったという、はい、で、その通り。いえいえ、仕事なせ綺麗です。あとですね、はい、ここも艶消しで塗装してあるんです、実はここ。あ、そうなんや。ほんなら復元させてるみたいな。はい、普通これがだんだん白くなって硬化していきますもんね。そうなんですよね、ここの部分ね、はい、めっちゃ綺麗ですもん。ここね、すごいな、これすごい。これは艶消しで塗られて、はい、ここの前もね、ここも、そうですね。あとここのフィンとこもですね。すごい。これ細かいこだわりいりますね、はい、やっぱりね。あと下に来て、はい、このキャリパーの塗装も入れてますね。あ、はい、ブレーキのね、ここのキャリパー塗装ね、はい。これ通常はこんな色ないん、で、これをこれも塗装されてるということで、なんせトータル的にね、この色だけではちょっと眩しすぎるっていうのもあって、この色合いがいい感じで、天井も、はい、まあサイドもそうやね。ドアノブは同じガンメタで塗られて、下もガンメタですよね。このパーツもすごいな。これはここからですよね。ええ、そこからですね、はい、で、これここで塗り分けをされてるっていう感じですよ、はい、上と下でね、はい、これは分割、それこれがですね、バタフライシステムさんの、はあはあ、軽用のやつを加工して。なるほど。取り付けしたやつです。あ、エアロの加工も全然できる、はい、やるな。エアロの加工もできる。で、ちょっと今更なんですけど、場所が神奈川県。そうなんですよ。足柄、はい、ちょっと住所言ってください。足柄上郡、上郡、大井町、大井町、金子、金子、2041-2です。はい、はい、ちなみにそういう初めてこういうドレスアップしたいよっていうお客さんもご相談は全然問題なく、はい、問題ありません。問題なくいけるということで、はい、ちょっと間で入れましたけど、ちょっとそれは後ろ回りましょう。はい、
ワンポイントね、ここもね、はい、でこれね、テールランプ、テールランプも、はい、これも塗られてる、これは車外のパーツで、あ、これ車外のパーツであんねや、はい、よう見つけましたねすごいな、あの見といてください、オードビビットさんね、はい、パーツの、まあ、作り込みはあのされるんですけど、パーツの販売は、はい、まあ、オリジナルではされてないんですよね、はい、だからあくまでも初めて来られるお客さんとかカスタムをしたいなってお客さんはもう社長に相談すれば、はい、大体希望の形になると、はい、いうことで頭入れてもらったら結構です。でちょっと中も見よう、中も、はい、これちなみにごめんなさい、足回りは何で落とされたんですか。テインの車庫帳でフロントだけそれで3度のキャンバー切ってます。なるほど、フロントにキャンバーも引かしてると、これもう社長全部やるのよ、塗装だけちゃうで何でもできる、うん、ちょっと室内も見させてもらいます、はい、シートもブリッツさんの入ってます、はい、今年出た新作ですね、新作のシート、はい、これ車検も当然対応です、ここに書いてあるね、はい、基準認定証って言って、でこれが面白い、あとこれハンドルハンドルかわいい、もものハンドルで、これここにレバーにつけてるから、これでウインカー出せる、こういう、これも楽やね、運転するのに。あとは内装も全部塗装してありますんで。え、というのはどこの辺まで。ダッシュボードから、はい、ドアの内張り、色分けもそうですけど、もともとはこういう色じゃないんですか。はい、あ、ほんだから黒に塗られた、はい、全バラして、はい、すごい、すごいあ、そこまでしてる、はい、そこまでしてないって、これこうこう、その中も全部この色がもともとないということで、へえ、そうなんや、これは面白いな、やるなこんな感じやね、はい、すごい、なんかそう考えるとカスタムをされるのにちょっと悩まれた方とかはもう、はい、心強いですよね、はい、だから神奈川ですから、まあ東京の方とか全然その辺からもこれ来やすい場所ですよね、はい、場所的には、だから名古屋の方とか東京の方、はい、ちょうど真ん中ぐらいにあるんで、はい、お、とてもこんな風に優しい方優しい、はい、優しい、生真面目なんで、はい、ちょっと皆さん、あの生真面目な社長なんでその辺はね、あの気をつけてもらって、あの来てもらったらいいかなと、はい、相談何でも乗ってもらいますから、あの僕も相談ふんまん乗ってもらいたいんで、もうちょっと近くやったら大好きやねんけどちょっと距離あるけど、大阪からはねちょっと仕方ないですよね、はい、ということでね、今日はあのオートビビットの坪井社長にちょっとお話を聞いたんですけど、はい、どうでした、車的に。めちゃめちゃ綺麗で、そうなんですよ、これまたいろんな手法も見せてほしい。ちなみにレース活動もされてましたよね。はい、今もされてます。今はチャンピオンシリーズのクルー専属でやってます、はい、あ、らしいです。富士スピードウェイですよね、はい、富士スピードウェイで、まあ、軽カーのレースをね、はい、あの専属的にされてるんですけど、またそれも応援にね、皆さん来てもらったら楽しいですよね、あの、まだ仲間もいっぱいいらっしゃるんで、はい、あのみんなその輪に入ってもらうのもラッキーかなと思います。社長、一通り撮らせてもらったんですけど、はい、なかなかかっこいい車で嬉しいな、ほんまに。 ありがとうございます。なあ、嬉しいなと思うんですけど、はい、ちょっと後ろ見て見て、キャンギャルおるやん、社長今回キャンギャルご用意されたんですよね。はい、ぜひこれから取材とかよろしくお願いします。ちょっと彼女を撮らせてもらいたいと思いますんで、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。カメラマンいっぱい人気もんや。よいっす。キャンギャル出ました。ボートビビットさんのキャンギャル、お名前教えてください。平松星奈です。平松さん、星奈、はい、ちゃん、はい、星奈ちゃんです。かわいい名前や。ありがとうございます。いいえ、とんでもないです。もうビビットさんで立たれては長いんですか。初めてです。あ、初めて立つ、はい、初めて立つ、てちょっと緊張してるって。自己 PR まずしてください。はい、平松星奈です。趣味は普段ドライブするのが大好きなので。ドライブが大好き、はい、車、自分の車運転して休みの日はちょっと海までとか行ってますね。で、ドライブは海が大好き。海まで行くのが大好きです。
名古屋に住んでます。名古屋の方で。ほんなら名古屋からやったら海はど、社長とこのオードビビトさんやったらさ、はい、湘南とか近所にあったりするやんか。はい、常滑の方に、常滑の方にドライブで行ったり、はい、行きます。すごい。だから車大好きなんで、こういうのも大好きです。だからね、さっきも人気でしたね。ありがとうございます、おかげさまで。ちなみにモデルはずからだいぶ長い、1年、2年ぐらいですかね。今で2年ほど、はい、今2年やねて、まだ慣れた頃ぐらいです。そうです、そうです。これからね、もっともっと、はい、これからもっと活躍されるということで、はい、ちなみに今後の活動は何か予定ありますか。事務所の方で、はい、撮影会を4月5月と開催しますね。あ、なるほど。それはそしたらどこに申し込みしたらいいかとか、どこを見たらいいかとかいうのを言ってください。私が所属しているアライズプロモーションという事務所で、はい、それもこの辺に書いておくね。はい、はい、お願いします。はい、マゼンタ撮影会という撮影会を開催しておりまして、はい、そこに出演しております。なるほど。要は撮影会をやるってことやね。はい、いいよね。で、はい、その時はまだソロでやるの？他にもいろいろモデルさんが、なるほど、何人か出てて、何人か来るということで、はい、もう全てはもうちょっとここ見ちゃってくださいね。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあオートビビットのキャンギャルさんのご紹介となりました。これからもよろしくお願いいたします。お願いします。はい、お疲れ様です。